コラディアコンチネンタルはアルストムイコールトランスのドイツ法人が製造するモジュール方式の通勤用及び中距離輸送用電車。アルストムが展開する鉄道車両ブランドであるコラディアの一つである。製造者は過去にはアルストムイコールリンケホーフマン部ュだった。一軸車輪で運行されるコラディアリレックスの基本概念から完全な低床構造と連接台車がある。 電動車シリーズの開発概念が生成した。まず北ヨーロッパで気候など地域特性に合うコラデアノルディックのシリーズが開発され、後で中部ヨーロッパで派生系のコラデア、コンチネンタル電車が導入された。ノルディック電車と違って、コンチネンタル電車の側壁は直線型であり、それでノルディック電車と区別する。2009年から2010年まで、 コンチネンタル電車の試験運転がベルム鉄道試験線で行われた。二等席の室内空間編成車両は標準モードのフレームから製作されて、駆動制御機は異例的に屋根に装着されている。両先頭車の長さは2つある。中間客車には Z 型終電装置、コンプレッサー、蓄電池箱が装着されている。すべての車両には空気調和装置があり。 客室内に作動する。440系の場合両端の車両にモーターの冷却装置が分離されているが、1440系の場合冷却機は主変圧機と一緒に統合されている。編成車両の前頭部は衝突時エネルギーを吸収するのができるはずが、440系の場合、編成車両の長さを短くし、製作費を減るために衝突時の衝撃吸収部分が、 設置されていない。ノルディック電車にある運転席側面で入り口と2番目の PZB 用マグネットが抜けている。アギリス、ドイツ鉄道のアウクスブルク路線、マインフランケン鉄道所属の車両には電動式踏み板が装着される。扉が開ける前に踏み板は扉の下から伸びる。車両の材料は少なくても95%ほど再活用可能である。 2014年の年末年始アウクスブルク所属車両の駆動モーターに深刻な摩耗が発見され、予定より2年早く電動機が交換された。取り替え部品が不足だったので、2014年11月3つの編成車両が運行から外されねばならなかった2015年2月から、すべての車両がモーターの早期交換のため、取り替えが検車場で行われた。 コラディア・コンチネンタルの長さは様々で、中間客車の数えは3つまでである。441系の場合、駆動軸があるが、841系の車両は駆動軸を持たない付随車である。先頭車の長さには2つの種類がある。1440系の前頭部は、案15227規格に従って改良されている。 その先頭車両は440系の長い形式の車両より少し短い。ドイツ国内で現在まで注文された電車の運用情報は次の図表に表示されている。DB レギオは2006年の夏より、アルステム社にコラディアコンチネンタルをアウクスブルク、ビュールツブルグ、ニュルンベルク、ミュンヘンパッサウロ線の投入目的で注文した。 37本の4編成車両が2008年12月にミュンヘン・アウクスブルク線、アウクスブルク・ウルム線及びアウクスブルク、ネルトリンゲン線、ドナウベルト・トロイヒトリンゲン線に投入される予定であった。この列車はフッカー急行の名称で運行されて2009年12月からドナウベルト・アーレン区間にも投入された。2008年8月440系電車は一般に 公開されたが、深刻な技術的問題のため、10月まで連邦鉄道庁により440系電車の運行がまだ承認されなかった。2009年6月の定期時刻表変更の時に、電車の全量投入と並結機能の管理が計画された。しかし、車両の数えが不足で、アウクスブルク中央駅の並結の場合ソフトウェアが不能となった。 半年後フッカー急行路線に440型がほとんど投入されてアウクスブルク中央駅で車両の分割併合が可能となった。4編成車両の長さは約70メートルで216席の座席と28席の折りたたみ座席が車内で配置されている。出入り口の正面高さは600ミリメートルで2011年の初めに出入り口の踏み板が追加設置された。 ドイツ鉄道の2番目の注文は、ビルツブルク中心の路線網を運用するために26本の3編成車両と5本の4編成車両を扱うことであった。最初に8本の440十型が供給されたが、予定より遅く2010年3月に運行承認された。残りの電車は2010年12月まで次々に引き渡された。 現在この電車は、フィルト・ビュルツブルグ線の快速列車及び、普通列車系統、ビュルツブルグトロイヒトリングン線の普通列車系統、バンベルク・ロッテンドルフ線、マイン・シュッペッシサルト線、フルダ・マイン線の普通列車系統で運行されている。ドイツ鉄道の3番目の注文は、ドナウイザル急行用途の6本の4編成車両と6本の5編成車両を扱うことであった。 4編成車両の場合233席の座席が、5編成車両の場合290席の座席が車内で設置されている。ラッシュ時の場合に乗客の人並みに対処するために、ランツフーとミュンヘン区間で3つの車両が並結されるのが必要であった。2010年6月にこの電車はドナウイザル急行路線で完全に投入された。ドイツ北西鉄道は、 ブレーメン・ニーダー・作クセン S バーンの向けに18本の3編成車両及び17本の5編成車両を注文した。車両の平常時の運行は2010年12月の定期時刻表変更の時に開始された。現在の運行路線は RS1 系統、RS2 系統、RS3 系統、RS4 系統である。アギリス鉄道に所属される コラディアコンチネンタル電車は現在プラットリウム、レーゲンスブルクノイマルクト区間とレーゲンスブルクインゴルシュタット線区間で運用されている。2011年12月にはインゴルシュタットウルーム区間が運行路線に追加された。2018年12月にレーゲンスブルクランツフート区間がアギリス普通列車の路線から外されて、その時、 イライミューン編空港行きの快速列車がその区間で走行している。アギリスの新型電車は2010年イノトランス展覧会で展示された。同年12月に車両の平常時の運行が開始された。現在18本の3編成車両と8本の4編成車両が運用されている。自転車の積載空間を拡張するために12本の 三編成列車の座席の一部は2014年初めに外された。この改造は2011年と2013年にもすでに行われて、今はすべての三編成車両がこの方式で改造されている。2012年4月ドイツ鉄道とアルストムは S5 及び S8 系統に投入される28本の三編成車両の注文事実を公表した。戦闘車は 1> 案15,227規格に従って製作されて、先頭部は衝撃吸収部分の形状と適合する。この電車は高さ 760mm の乗降場にふさわしく設計された。既存の S バーン乗降場の高さは 960mm で乗車、下車が不便なので、長期的には乗降場の高さを 760mm に低くするのが計画された。 2014年12月に新型電車は S5、S8 に投入された。1440系電車は2014年9月に連邦鉄道庁により運行承認を受けて、一部は2014年の定期時刻表変更の前に S68 系統として運行された。2012年12月アルストムはブラウンシュバイク広域連合による20本の4。 編成車両の注文事実を公表した。契約には、電車13本の追加注文の選択肢があって、2016年2月4本の追加が採択された。2015年12月メトロノーム鉄道は、縁のの略語という路線名で注文された車両と、路線運営権を引き受けた。 出入り口の扉一組は一両あたりで設置されて、両先頭車には一等席と予約席がそれぞれ用意、されている。中間車では多用途空間及び、障壁のないトイレ、自転車積載空間が両側にそれぞれ備えられた。車内では235席の座席があり、プラグソケットと無線 LAN 装置が設備されている。2014年4月アルストムは、 中部作戦運輸連合による13本の3編成車両及び16本の5編成車両の注文事実を公表した。契約書では電車23本の追加購買の選択肢が明示されていた。2016年6月に29本の電車は中部作戦地域の電気鉄道網に投入された。現在の運行路線は RE3 系統。 RB30 系統のドレスデン・ベルダー線、ライプツヒ・ホーフ線、RB45 系統のリーザ・ケブニッツ線、リーザ・イルスター・ベルダー線である。5編成車両の場合、定員は520人、座席は240席で、3編成車両の場合定員は320人、座席は150席である。電動式踏み板は 550mm 高さの、 上降上に同じ高さの乗り降りのために設備されている。2016年12月一部の車両で車輪表面に削りによる摩耗が発見され、鉄道会社の中部ドイツ鉄道は別の車両を用意した。2017年中期にも車輪表面の問題がまた発生して電車運行が中止された。ドレスデン報復間の線路地形が 車輪表面の摩耗と因果関係があるという推定が提起された。2020年2月初めに中部作戦運輸連合はライプツヒケムニッツ区間の投入の目的で11本のコラディアコンチネンタルを注文した。この区間は非電化区間であり、列車の屋根で高性能蓄電池が装着されて、蓄電池電車が 120km の距離を一気に走行するのが可能である。 2015年12月アルストムは13本の3編成車両及び17本の4編成車両の注文事実を公表した。2018年12月にヘッセン地方鉄道はラインマイン線とフランクフルトアシャフフェンブルク線に投入される予定であった。2018年6月に新型電車は運行承認を受けてフランクフルトアシャフ,フェンブルク線に投入されている。 同年4月に HLB は5本の電車勾配を契約して2019年12月に新しい電車の運行を開始した。現在の運行路線は RB11 系統の増電線、RE9 系統のタウヌス線及びラインガワウガン線、RB75 系統のラインマイン線、RB58、RE59 系統のフランクフルトアシャフフェンブルク線及びマインツ。 フランクフルト線、RB95 系統のジークディル線などである。2016年10月に、DB レギオとアルストムは、ブライスガウ東西路線向けの電車購買契約に署名した。11本の3編成車両と15本の4編成車両が2019年12月から、S1 及び S11 系統に投入された。 3編成車両の場合164席の座席が、4編成車両の場合249席の座席が備えられている。2017年3月に、ドイツ鉄道は、ニュルンベルク S3、S4、S5 系統向けの電車購買契約を締結した。27本の4編成車両が2020年12月から、相当の路線に投入された。 s バ a ンニュルンベルク向けの電車注文と同時に、ノルト・ベスト・ファーレン州及びラインラントップ・ファルツ州の大袋線向けの3編成電車10本及び5編成電車16本が注文された。1440系電車は2019年12月以来、RE8 系統に投入されて、2020年12月以来 RB33 系統にも運行される。 2017年5月にアルストムとド,ドイツ鉄道は RB70 及び RB71 系統向けの25本の4編成車両の注文事実を公表した。車両の外観は白色で、先頭部は赤色で塗られている。2019年10月より試運転が行われた後で、同年12月新型電車はマンハイムザールブリュッケン線及びザール線に正式に投入された。 ありがとうございます。